メルセデス・ベンツ SL ですね。 SL はですね、もうすでにかなりの、ライフサイクルで作られている車なんですけれども、今回ですね、マイナーチェンジ、非常に大規模なですね、マイナーチェンジなされて、新しくなっています。お仲間が撮影をしているところです。ザッカーの皆さんです。それはいいんですけれども、まあ基本的にですね、デザインかなり大幅に変わって、顔つきなんかも非常にこう、なんていうんでしょう、マッシブなものになったんじゃないかなというふうに思います。グリルなんかも見ても分かるんですけれども、昔の SL の、ですね、イメージを感じさせるような、そういったデザインになってますし、ヘッドライトは CLS のですね、要素を取り入れたような、そういったデザインになってますね。その他、サイドミラーですね、サイドミラーにウインカー入れて、やる方とかっていうのは、今までの SL というのは旧世代のモデルだったんで、なかなか実現できなかったんですけれども、そういうものも入ってますし、エアスカーフですね、 SLK で、初めて採用した首周りに空気を送ることで快適性が保てるというですね、そういうものも入れました。だから要はですね、今まで長く作られてきた、トップオブメルセデスの、メルセデスのフラグシップですね、この車をより現代の、ものにですね、仕立て直したというところが、まあ、正直なところなんじゃないかなというふうに思います。まあ、メルセデスベンツの SL っていうのはライフサイクルでいうとかなり長い間作りますんで、どうしてもこう鮮度落ちてくるんですけれども、そこをこうちょっと手こ入れして、でさらに長い期間が経った後に新しい車を送り出す、そういう手法なんだと思います。それとですね、さらにメルセデスはですね、今回 CLC というですね、モデルを、出してます。まあ見ても分かる通り、新しい C クラスのアバンギャルドの顔なんですけれども、スポーツクーペですね。で、以前の C クラスにもですね、スポーツクーペあったんですけれども、日本でもこれ売ってました。あまり売れませんでした。まあ日本市場では成功せずだったんですけれども、新しい顔つきのやつはまたですね、このドイツでは売られることになっています。ただしこの車はですね、今までの C クラス、スポーツクーペと、フロアとか全部一緒なんですね。だから要は先代 C クラスのプラットフォームを使ったクーペというのは昔から変わらないんです。で、エクステリアを要するにチェンジしたバージョンだということです。